はい、一輪のスキー場のすぐ近くにあります、レンタルスキー小桜荘さんです。はい、こんにちは、にょもです。今日の動画はテレマークスキー上級者のセオポンさんにレッスンをお願いしてみました。パート2になります。それではどうぞ。こんにちはこんにちは、セオポン先生。はい、はい、こんにちはあの動画1000回超えました。あ、おめでとうございますいやいや、つよぽん先生のおかげで。いやいや、おめでとうございます。はい、そんなわけであの、またつよぽん先生のレッスンをお願いしたいなと思いましてまたやってまいりました。はいはい、わかりました。次にどんな感じの。え、1000回超えたんで第2弾ってことですか。第2弾ですね。あ、なるほど。じゃあちょっと協力しますか。はい、はい、よろしくお願いします。私でよければ、はい、協力します。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、つよぽん先生、はい、準備できましたね。はい、すごい、よろしくお願いします。すごいやる気満々な格好になってますけど今日はね、ちょっとこのクラシックに革靴、いや、いいっすね。細い板スリーピンの金具、はい、こういう設定でちょっと楽しみたいと思います。はい、第2弾ということなんで、まあ本当に技術よりも楽しいスキーをやりたいなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、いい天気ですねすごいいい天気やね、今日ね。今日は非常にですね、天気が良すぎます。もう暑いぐらいです暑いですね。はい、なのでまあちょっと春スキーも兼ねてですね、今日はこのにょもさんとこの細板革靴テレマークをちょっと楽しみたいなと思います。足が全然締まってか、締まってない感がすごい。ふにゃふにゃ、ふにゃふにゃっていうこと。まあ、いつも通り。いつも通り。どんな感じか、普通に滑ってもいいと思うよ。普通に、とりあえず5元。5元でも何でも、普通にアルペン滑りでも。まずポジションの取り方ですか。ポジションはいつも通り。いつも通り。前回同様。こんな感じでこう両足がしっかり動く位置。片足だけじゃなくて、こっちでもなくて、両足が常に動く位置。はい。これは基本的には基本ですと思います。はい。前回と同じですね。さあ、横滑りやってみます。はい、難しいです。革靴は何が難しいですか。
頼るものが全くありません。だってぐにゃぐにゃぐにゃっすもんね。ぐにゃぐにゃ支えるものもよしかかるものも何もないです。足首もなんか遊びがすごいある感じ。そうです、そうです、うん、テーマークの姿勢をとってても、うん、かかとがあまり上がってない感じはしますか。うん、さっき自分も滑っててそう、うん、そんな感じでした。かかと上げてしまうともう、うん、もうこうなってしまう、うん、なんかこうどっちかというとこの膝の前、うん、膝の前後を意識した方がなんかいい感じ、ポジションは取りやすいかなって思います。ちょっと軽く滑ってみましょう。滑ってみましょう。ちょっと難しいんですけど、はい、行ってみます、はい、ゆっくり行きます、はい、うまい、うまい、いやすごい。いやでも全然違うっすよ。全然綺麗に滑れてますよ。やっぱ板の細さとかもあるんですかね。そうやっぱりこう、うん、しっかりもうなんかこういう傾けるとか、うんうん、こうなんかエッジ立てるとか、うん、こんなテレマークするとかっていう操作はちょっと難しいです、うん、もう本当に板の上にしっかり乗ってないと、うん、なんか板がゆっくりずれてくれない、うんうん、板がずれ始める、ずれる感覚をこう楽しむ。ああ、なるほど。面白いかな。だから力技ができない分、そうですそうです。この山の斜面に対して自然に滑るって感じ。そうですね。なんかこう自然にこう、うん、スキーが落下してってっていう、うん。なるほど。うまく言えないっす。難しいですよね。うまく言えないです。やっぱり体感ですね、はい、数こなすしかないってことですね。もうでもやっぱり、うん、こう低速でも楽しめるのはこの細いた革靴の魅力だと思います。あそうかもしれないですね、はい、ターンしやすいですよね、うん、こけやすいです。多分この革靴で新設はいかん方がいいってことですか。で結構いろんな動画見てると、うん、細いた革靴で新設入ってる方もいるんで、すごいなと思って。それはすごいですよね。これは本当に一回ね、うん、まあ、スキーの原点、一、うん、回はやっておきたいですよね。ですね。はい。はい。いや、うまいよ。うまいよ。おおすげえすげえ、おいいやんいいやん、おおうめえよ。イエーイ。第2回ツヨポン先生のテレマークスキーレッスン革靴編、はい、はい、これで終わりたいと思います。はい、ちょっと参考になったかどうか分かりませんけども、やっぱり革靴楽しいです。はい、はい、テレマーク最高。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。イエー、ね、これで滑れるんですか。
どこまでできるかちょっと挑戦したいと思います。ぐにゃぐにゃないですかこれ。え、もうぐにゃぐにゃ。ぐにゃぐにゃ。すごい。こんな、こんな、こんなになるんですか。